XF5 から1、XF5 とは、防衛省技術研究本部航空装備研究所が、石川島ハリマ重工業の協力のもと研究、開発し、石川島ハリマ重工業により製造されたターボファンエンジンである。XF5 から1は、先進技術実証機、X、X-2 へ搭載される。 航空性能試験装置に入れられた XF5 アフターバーナー作動中の XF5 基本が IHI を主契約企業とした実証エンジンの研究を通じて開発した。XF5 から1はアフターバーナーを備えたターボファン方式のジェットエンジンであり、将来の国産戦闘機用のエンジンにつなげるものとして F3 エンジンの経験をもとに開発された。 エンジンの水力は2機搭載時に合計水力10トン、程度を、水力重量比は当時の世界最高レベルに近い8程度を要求しようとし、その値を実現するためタービン入り口温度1、摂取600度を目指した。1995年度から1999年度まで5回に分けて147億円で開発契約を結んで開発が開始され、 研究施策は1995年度から2000年度まで、所内試験は1997年から2008年度まで行われ、燃焼機などの性能の高さを証明して開発を終了した。なお、当初計画では2000年度に研究を終了予定であったが、性能確認試験における圧縮機にかかる技術課題や試験装置の不具合等により8年間に延長している。 基本 A は1998年6月に初号機を納入、2001年3月までに、軽4機が引き渡された。低バイパス非エンジンと、高バイパス非エンジンという違いはあるが、当 XF5 から1の研究成果の一部は、P-1 用、回7から10エンジンへと移転されている。XF5 から1に設置される水力変更機構と、レーダーブロッカー等は、 三菱重工業を主契約企業とした高運動飛行制御システムの研究施策によって開発されたものである。高運動飛行制御システムは通常の戦闘機では制御不可能な失速領域においても軌道制御を維持し、かつ高運動性を確保するもので XF5 から1の噴射口に3枚の水力変更パドルを取り付けている。 研究施策は2000年度から2007年度まで、所内試験は2002年度から2008年度まで行われ開発を終了した。この開発スケジュールの中で2003年度に試作品が制作され、2007年3月9日の完成審査において基本から妥当の判断を受け、同年秋より浜松基地の航空自衛隊第1十科学校にて試験が行われた。 技術の蓄積により XF5 から1で最大水力に達成するまでの時間と手間は F3 エンジンの最初期型 XF3 から1の30%程度で済んだという一般的特性構成要素性能出展。ありがとうございます。